ーの愛車紹介。はい、ね、もうすでにね、劇坂ペダルの方はあの公開されてると思うんですけども、こんなメンバーが、ね、集まることなかなかないと思うんですよ。だからヒルクライマーの愛車紹介やっていこうと思います。で、簡単にメンバーの紹介していきます。まず AD 藤本です。はい、もうこれはこれぐらいで大丈夫ですよね。はい、大丈夫ですよね。で、続きまして、鈴なり妖怪の鈴さんです。はい、お願いします。そう、なんといっても今回2023年の富士ヒルクライムで、はい、大会レコードを出したということで、はい、ありがとうございます。で、大会新記録やめてください。ありがとうございます。はい、で、やっぱりあれですよ、ヒルクライマーといえばカツオチャンネルさんですよ。カツオでございます。ロッコの庭に住んでるよ。庭ですね、ロッコ庭ですね。住まいがある。住まいがある。住まいがある。でも、ちなみにカツオさんなんかシルバーですもんね。あ、シルバーですね。この辺もちょっとシルバーですけどね。はい、知らなかった。今ですか。さっきもやってました。さっきもやってました。失礼かなと思って。カツオクさんもすごくて、いやいや、1時間34分で乗って。34分。年齢別にいいです。いや、ほら。ほら。年齢別ね。こんな人なんか自転車みんな知りたいでしょ。だから今回、皆さんの愛車、どんな乗ってるか、そしてこだわってるところどこか、紹介させていただきたいと思います。はい。では、愛車紹介、スタート。急に来るからびっくりする。はい、ということで、はい、カツオさんの愛車紹介、はい、よろしくお願いします。お願いします。初めてございます。あです。はい、で、今回、うん、紹介していただくのがこちら、はい、キャニオンのアルティメット CFR。CFR。はい。実際これで富士入りと。これで行きました。このままの状態で行きましたね。これ色バリかっこいいですね。色ね、シャンパンゴールド的な感じですね。これ既存のカラーですか。既存のカラーですね。既存のカラー。完成車ですね。はい。完成でございます。で、抜かりなくデュラーエースなんですよ。デュラが初めからね、組み込まれてるんですね、12速で。ただ、パワーメーターは、パワーメーターは、足馬ですね。で、はい、ルック足馬の。なるほど。これ、左右両方ですか。左右両方ですね、両です。やっぱり、ヒルクライムやったら、パワーメーターってあった方がいいんですよ。あった方がいいですね。面白いですね。一定のペースで、一定のパワーでいけるっていうのが。2人踏みすぎてるのをちょっとね、調整したりっていう感じですね。ホイールは何ですか。ホイールはね、これエリートのドライブっていう。ドライブですね。40ミリハイトで前後で 1260g台なので、これ超軽量ですね。めちゃめちゃ軽ですし、今めちゃめちゃ売れてますけど。そうなんですよ。びっくりするぐらい。これめっちゃ気になってるんですよ。軽いですね。これカーボンスポーク、カーボンスポーク、カーボンリム、リム、はい。カツオさんが使っても剛性感とか問題なく。あ、それも全然問題ないですね。重量もすごくめちゃくちゃ漕ぎ出しが軽いですね。漕ぎ出しが軽い。軽い。その割にね、お値段がギュッとお安いので。コース、コスパいいっすよね。コスパはいいですね。コスパいいっすね。はい、で、タイヤがアジリストライト。ライトですね。オニカル。オニカル。オニカル。国産のタイヤで非常に低評価。すごいですね。すごいです。これに変えた瞬間に、なんか路面の衝撃も減るみたいな気持ちになって。しなやかなタイヤなんです。しなやかですね。しなやかで。漕ぎ出しもいいし。漕ぎ出しもいい。もうヒルクライムには圧倒的によろしいかと思います。あ、うん、このドライブに、アジリストライト、はい、非常に相性いいかなと。相性いいですね。ロッコーには非常に抜群にいいですね。で、サドルが、サドルは、まあ、スペシャライズのミラーですね。ミラーですね。ミラー、はい、カーボンです。いいっすよね。めちゃめちゃいいです。これめっちゃいいっすよね。めちゃめちゃ良すぎて値段も良すぎる。感じますよね。値段良すぎだろうみたいな感じなんですけど、ね。はい、気に取れます。で、最後に、はい、サイクルキャップが77。ナナナちゃんね、今日来てくれたらよかったんですけどね、お忙しいようで。はい、また来てくださいね、6個らしいですよ。ということで、カツオさんの、はい、愛車紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、はい、カツオクさんの愛車紹介となっております。お願いします。でね、ご夫婦なんでフォローでカツオさんにも来ていただいてます。お願いします。おはようす。これ自転車は何の何ですか。はい、エルブスのバンヤールっていうタイプです。バンヤール、はい、まあ、オールラウンド系ですね。オールラウンド系で、はい、うん、エルブスのロゴもいいっすよね。はい、うん、これカスタムオーダーされたの。あ、そうです。色も、おカツオくん抱いてる。カツオくん今気づきました。カツオくん、カツオくん抱いてるわ。ステッカーじゃなくて塗装で入れてもらってます。なんか綺麗だよね、白にこのシルバーに、はい、カツオクロに、うん、めっちゃいいじゃないですか。これコンポはこれがアルテグラ DI2 で最新のアルテグラ使ってるというので、パスなんかは割と上り仕様な感じで503411130。そうですね。で、まあ、さすがご夫婦と思うのが
ホイールとタイヤ一緒ですね。で、ドライブのこれも超軽量タイプ。超軽量。超軽量タイプに鬼軽ね、はい。で、これペダルもね、さすがご夫婦ですよ。一緒の。これはね、足馬なんですけどね。はい、ファベード足馬の SHI っていう。ここがパワー名で、あのここはもうシマノの純正ですね。後付け。そうなん。え、これ後付けできるんですか。軸だけがあの足馬ですね。ペダルはあの普通にあのシマノから買う。シマノから買ってでご自身でつけてねみたいな。そんなご自身でやられた。いやいや、メカニックさんに。あ、メカニックさんにやってもらったと。はいはい、そうなんや。こんなんあるんや。はいはい、でこれね、あの僕注目したいポイントが2点ありまして、まずサドル。はい、これ S ワークスミミック、はい。女性用サドルです。はい、どうですかこれ。はい、これ前のルーベの時もミミックですごい良かったので、今回はそれのカーボンタイプにしてもらいました。ちょっと軽いやつね、はい、カーボンレール、はい、カーボンレール。じゃあこのサドル自体はもう本当に相性がいいって感じですか。いいです。この辺りが柔らかいから。あ、この辺りいいです。ほんまに柔らかい。ほんまにびっくりした今触って。柔らかい。え、めっちゃ柔らかい、うん、なんか上りが多くなるとなんかまあ痛くなる感じで。あ、そこが、はい、この辺がってことですよね。はい、それがなんか大丈夫になる。これ触ってびっくりしました。ここまで柔らかいんですね。柔らかい。女性専用ですね。すごい。専用やけど割と男の人でもいいらしいですよ。加藤さんも乗られました。乗った乗った。よかったか。いいです。いいです。あ、いいですか。いいです。いや、もう触るからにいい。これは柔らかい。めちゃくちゃ柔らかい。ぜひ店頭とかであったら触ってほしい。うん、で、もう一個のこれ特徴的なのが、はい、こちら一体型ハンドル。はい、オロメ。オロメ、エルブスさんのプライベートブランドですね。オロメだと思いますね。で、うん、下が割と長いですね、これ。あ、そうなんですね。で、これ見てください、これ。まあ、僕の見た感じですよ。なんか下がグーッとこう伸びてる。はい。というようなカツオクさんの愛車なんですけども、はい、これで実際、はい、その富士ヒル1時間34分、はい、取られたという。はい、これ、せっかくこれだけあの上り仕様にしてるんなら、はい、なんとかこう1時間30分。ブロンズ。そうです ね。ぜひね、藤本さんと一緒にね、ブロンズを取っていただいたらと思いますので。はい、バッタ巻き込まれた。バッタ。そうですね、じゃあ僕も頑張るんで、加藤さんも、まあ、来年、まだ分かんないですけど、はい、とりあえずはブロンズ目指して頑張りましょう。はい、はい、この車体で頑張って練習するということですね。はい、楽しみにしていてください。加藤さんの愛車紹介でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんお待ちかね。鈴なり妖怪鈴さんの愛車チェックです。お願いします。お願いします。なんといってももうあれですよ、富士ヒルの大会新記録を出した女性ですから。はい、ありがとうございます。去年から、はい、ずっと出てたんですよね。あ、出てます。3年連続出てます。3年連続。ちなみに去年はどれくらいだったんですか。去年は72分20何秒です。72分20何秒、はい、ってことは5分6分。5分、まあ、6分弱とか。6分弱、はい、縮まったと、はい、6分ってすごいですね。いや、6分ってすごいですよ。まあこのね、結構去年と何が変わったかって言ったら、まあ、一番この機材変わったのもそうだし、はい、あとはまあちょっと気合入れて練習したっていうのもそうかもしれないけど。でもこの子がね、やっぱめちゃくちゃ走ってて。そうなんですよ。これがキャノンデールのスーパーシックスエボ第4世代に当たるものなんですよ、はい、で、ハイモトです。こちらこれはもうほんと軽くて登れるし、最後かけたいとき速度に乗るじゃないですか。そうなんですよね。めちゃくちゃ高速巡航がしやすい。しやすいです。はい、乗りやすいし。ちなみに去年は何で出たの。去年はキャド13。アルミフレームで72分、はい、でカーボンにして、はい、ロッパ縮まった。そうです。すごっ。これ高売れするんじゃん。いや、でもこれ本当に売れるべき、うん、めちゃくちゃ正直めっちゃ売れてんねんこれ。いや、本当聞いた時もう全然ないって言ってました。ない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 。もうなんか今頼んでも来年の多分納期になっちゃうっていう、うん、めちゃくちゃ売れてるんですよ。そうですね。そう、コンプはアルテグラなんですね。はい、はい、アルテグラとなっております。ほんなら、ほんまにゴールド狙うんだったら、どっかでデュラエースっていう選択肢も来るかもしれないですね。そうですね。もうちょっと軽く、はい、まあ、何百グラムですけど。あと、まあこのホイールとかも多分軽いのとかも。いや、これね、結構軽いんですよ、はい、ただ究極を突き詰めるともうちょっと軽くはできます。うん、ただキャノンデールってこれ全体のパッケージで考えてること多いんで、うん、割とこの車体とは相性いいです。はい、で今日の足馬多ない。足馬。そうですね、お二人も、ね、足馬でしたね。足馬率高いな。またこのいいっすね。なんか鈴さんに似合いますねこれ。これなんか
ブラッシュドクロームっていう色らしくて、ブラッシュドクローム、光沢感のある、なんかこう見方によってこうなんかちょっとゴールドに見えたり銀に見えたり、うまい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 、ここ一番すごく気に入ってる。え、僕もそれかっこいいと思いました。かっこいいですね。ここの柄もかっこいいですね。これカーボン柄が出てて、このロゴもいいですね。いや、かっこいいですよね。ロゴカラーのこのカーボン字が出てるよっていう感じですね。で、お鈴は？鈴なりよ。そうです。私のちょっとトレードマーク、まあ、まあ、自分であれですけど。クマよけ？いや、もともとはあの気づきベルとしてつけていたっていうだけで、これをでも気に自分の鈴なり妖怪っていう風にこうつけてもらった人がいて、はい、後ろでこうその人がこう前走ってて、自分がこう鈴鳴らしながら後ろからあのなんかまあ煽ってたわけじゃないんですけど、速度的には煽ってたやろ。ものすごい速度やったと思うよ、多分。でもリリリリ言ってて、それを受けて、お前鈴なり妖怪じゃんみたいな感じで言われて、そのままいただきますっていう話で、そう、そっから。ボトルね。はい。これ専用ボトルあるの知ってます？そう、そうなんですよ。ちょっとこれね、今日忘れちゃって。そう。ちょっとそう持ってくればよかった。ここのスラになるボトルがあるんですよ。こうスラになるボトルが専用ボトル出てるんですよ。本番は両方つけた方がいいんじゃないですか、こっちとこっちで。あ、でも重量面、そうで、メーカーの方に聞いたらヒルクライムやっぱもうより軽量化にすることが大切って言われたんで、ボトルレスにしました。ボトルレスでいったん？ボトルレス水なしで。はい。24キロの上り、1時間ちょっとなんで。怖怖もう怖っ。僕2リッター持ってたね。そりゃ重すぎて重いじゃないですか。リュックに握った喉乾くやん。だってあんなずっと走ったら、まあ、確かに確かに。で、あのこれ大好きなサドルついてたんで。あ、そうなんですね。プロロゴディメンション NBR です。本当にお尻痛くならない。あのお尻がなくなるっていう表現なのかな、はい、あのなんていうかな、なくなるでは合ってないんやけど、サドルがなくなるっていう方がいいんかな。ちょっとその感覚は分かんないですけど、多分そういう表現をする方もいらっしゃるんですね。多分ね。ミスってるもん。これ前と比べてどんなところが変わりました？キャド13と比べて。多分軽さは1キロくらい軽くなってて、はい、1回踏んだ時に進みがこうスーって、キャドよりもめちゃくちゃ伸びる感じがあるのと、 DI2 も初めてなので、めちゃくちゃ変速がすごい楽だし、やっぱあの、はい、冬とか手がかじかんでるともう変速がすごい大変だったんで、はいはい、もうワンタッチですぐ変わってくれるんで楽だし、全てにおいてグレードアップしすぎて、ただ感じるのはやっぱ緩斜面すごい走りやすい、はい、あと高速巡航した時により楽に走れる、スピード乗っちゃえばもう軽い力で高速で走るっていうのが私はすごい大きく思ったかなっていう感じたか、変わったことかなと。じゃあ僕本当はフジヒルにすごく向いてるよっていう。そうですね、フジヒルみたいなこう緩斜面をメインにしたヒルクライムはめちゃくちゃもうよりこの子の良さが生きる気が私はしてます。してます、はい、これはまあ来年のゴールド、要は世界で初めて女性でゴールド取る人になるかもしれない。なりたい。もうみんなも応援してます。頑張ります。あのだから来年頑張っていただいて、あと今後すずさんの活動とか見たい方は、はい、アタオカロングライダーさん、そうですね、 YouTube もアタオカロングライダーってちょっと、まあんまり更新はできてないんですけど、たまにしているのと、今までのロングライドとかも乗っけてたりするのと、あとは、フジヒルの映像も。あ、そうですね、フジヒルの映像と。これは何の QR コードですか？これは私の公式ホームページに飛ぶんで、ぜひ画面越しに、はいはい、今ので登録してください。あとまあ概要欄にも載ってるんで、ありがとうございます。はい、ぜひそちらも、ぜひチェックしてください。はい、ありがとうございます。じゃあ、あとフジヒルまで。355日、数えてるんや。ちょっとあと355日頑張ります。、はい、ということで、鈴なり妖怪、鈴さんの愛車紹介でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、こんにちは、カツオチャンネルでございます。今日はですね、なんとこの方の愛車チェックをさせていただく予定でございます。どどーん、皆さんこんにちは。関西を中心に YouTube で活動している AD 藤本と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。緊張する。じゃあよろしくございますか。はい、これちょっと待って、デローザ。デローザです。今日はデローザですか。はい、今日はデローザです。あ、これ藤本さんの自転車ではないんですよ。あ、ないですけれども、実はですね、ほうほう、これ大阪の本町にあるベックオンという自転車屋さんに試乗車を借りしてきました。あ、はい、試乗車。じゃあこれをじゃあ藤本さんに少しじゃご紹介をしていただけたらと思いますけれども、はい、これは何ですか。これメラクっていう。メラク。メラクっていうね。メラクっていうのはデローザの中でもどんな位置か。
系のオールラウンドタイプでフラッグシップモデル。あ、そうなんですね。これハイエンドなんだ。去年までツールドフランスもチームコフィリスというチームが乗ってまして、まあツールドフランスご存知の通り山あり平地あり下りありの、時にはピレネー山脈も登ってしまうぐらいの。あ、ペッコンさんに行けばあの一般の方もお借りすることができたりするんですか。できます。あ、マジですか。ただあの一応ねない時もあるみたいなので。あ、そらそらそうですね。事前に聞いてねとは言われてます。お、はい、なるほど。ちょっと興味ある方はベッコンさんに行ってみてくださいます。ください。はい、はい、ということで何でも聞いてください。はいはい。メルメラクメラクメラクですね。覚え方があります。はははあのスジャータとかははああいうのでメイラクってあったじゃないですか。メイラク、あのスジャータスジャータあれがメイラクなんですよ。はぁ。で、イーとったらほうメラクメラク。皆さん分かりましたでしょうか。ちょっといまいちピンときてないですけど、まあこのスルッといきましょう。はい。ギアの方はこれはこれはカンパニョーロのコーラスです。カンパニョーロ。あ、これコーラスと読むんですか。はい、コーラス。はぁ。で、これなんすか。これは今シマノでは見なくなったんですけど、ははシフトレバーなんですよ。あ、シフトレバーここにあるんですね。はい、ほんまね、車輪回しながらしないといけないんですけどね。ほう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 。ペダルか、ペダル回しながらしないといけないんですけど、こういう風に。あ、そういうことができるんですね。はい、で、カンパの特徴として、ほうほう、一気に多段変速ができるんです。あ、そんなこともできるんですね。これです、やっぱりカンパって。カンパやりますね。はい。はぁ、で、カンパがついていらっしゃって。はい。で、ホイールの方は。あ、よくぞ聞いてくださいました。これはボーラ。カンパニョールのボーラ WTO45。これ今日乗った感触としてはどんな感じでございましたか。むちゃくちゃ良かったです。むちゃくちゃいい。あの、はあ、WTO って、はあ、結構空力精度に優れてる、はあ、割とクロート向けっていうのをよく聞いてたんですよ。はあはあはあ。で、僕クロートじゃないんですけど空力精度がすごく良かったんですね。はあ。で、上りでも、はあ、あの漕いだ時の惰性感が消えなかったんです。はあ。だちょっとぐらい上りやったらほんと惰性で進んでいくぐらい進んで。マジですか。めちゃくちゃ良かったです、ボーラ WTO。突然ですね、藤本さん。これでちなみに何キロぐらいの感じなんでしょうかね。これね、これちょっと取ってやってみましょうか。軽いですか。はい。7.7 です。ほんまかよ。7.7 ぐらい。7.7 です。はい。軽いから振った時の感じがその軽さがそのまま出る感じですか。あ、なるほど。すごく振りやすい。軽くて。デローザ気になる方はちょっとベックオンさんまでぜひ行かれてみてくださいませ。ということで藤本さんがお借りされたベックオンさんのデローザでございました。以上でございます。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということでかなり豪華メンバーの、ヒルクライマー愛車紹介でした。ほんま豪華メンバーの感じで、特にね、旬ですからね、今さん。一番旬じゃん、旬ですね。ね、もう一番旬。もう旬。日本で一番もう有名な。おう、世界で一番有名な。世界で一番有名なヒルクライム女子ですから。はい、噂によれば、銀河系一名らしいですね。どの噂。僕もそう聞きましたよ。聞いてる。どの噂で、うん、銀河系一って。でもなんか、来年の藤入の楽しみがどんどん膨らんでいくから。いや、増える、すごい膨らむ。うん、来年見てるけど。はい、だって僕スーちゃんのこのタイムってのも一つ僕の中の楽しみになっちゃってるんで、あ、嬉しい、ね、なるし、はい、スーちゃんが頑張ってるからちょっと我々も頑張ろうかなっていう気持ちになる、ね、そういう人もきっとね多いと思うし、いや嬉しいです、うん、いや本当に、うんうんうん、これめっちゃいい自転車紹介だったんで、はい、すごい参考になったかなと思います、うん、なので皆さんぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日も六甲山登りまくったんで帰りましょう。帰りましょう。はい、帰りましょう。安全に帰りましょう。安全に、はい、帰るまでが六甲山から。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。